まんまです。なんか本当にその自分がこの映画をやったのがあの演技9年ぶりというか本当に久しぶりにやらさせてもらったのであの普通の演技ほど難しいものはないと思ってて、なんか何か癖があったりとか、例えばヤンキー役とかおばあちゃん役とか一つ乗っかってたらそこからなんかいろいろできるんですけど、まあ確かに等身大ではあるんですけど、それが西尾真央ではないし渋谷由香でやらなきゃいけないっていうその普通が、そうですね、確かに難しかったかもしれないです。僕が台本もらったのは割ともう今のストーリーに固まった頃に僕台本もらったので、あの監督とは前にボーイズ・アド・メンの映画で一緒になっていて、で今回その台本を読んだ時にあの結構最初の方って僕セリフがほぼないんですよ。結構ね、不器用な男って感じですよ。だから監督は僕普段ボーイズ・アド・メンでいる時あんまり喋らないので、はい、監督はそれを知ってて俺にこのあまり喋らないかなっていうふうに最初思ったんですけど、多分やっていて、まあそうですね、その監督とあのどういうキャラでっていう話し合いをしたいとか、あのセリフの言い方だったりとかっていうところは結構自分が思ってたのとは最初違くて、で途中でまたちょこっと台本も変わったりとかして、あのまさか組に入ってるぐらいのとこまで落ちてたのかっていう、そのそういった細かいところを監督と少しずつ合わせながら今回撮影はしていきました。まあ、今回は、まあ、その元々そういう悪いところに入ってたっていう過去はありますけど、まあ、心の中で本当に悪に染まりきってなかったって言いますか、そのやっぱり戻りたいと思ってこの今回の舞台の笠間に来たっていう役なので、そこまで染まりきらなくてもいいのかなとは思ってましたね。そのなんていうんですかね、学生時代にちょっとやんちゃをしたいとかっていうその延長線上であの悪い方に進んでしまったというだけで、心の奥ではちゃんと純粋なところがある役だなって僕は思ってます。僕まずあの台本もらう前に土田ちょっと茨城弁でなまるらしいよって言われてであのそれを聞いた時にあのまず茨城弁ってどんなのやっていうところからスタートして、あのいろいろ結構映画探したんですけど、最初 あんまり茨城 の方言で喋ってなくて、でそれをこう探していく中でこうなんかすごい癖のあるその茨城弁のやつを見つけたりとか、あと YouTube、あの YouTube でなんかその放送みたいなのをしてるやつとかを見つけて、僕あの撮影入る1週間前とかは本当毎日ご飯食べるときにその茨城弁を聞きながらあの役作りしました。茨城弁って結構難しい。いやなんかいじいじに濁ったりせないといけないからなんか何が正解とかわかんねえし、そういうのはすげえ難しくて、あの普通に戻してみますか。あのこんなんか茨城弁でしかも僕の役があの見た感じすごいあの茨城で、しかも茨城弁喋る中でエッセンスその結構こうシリアスというかそういうところ、まあ、しっかりしたところにもボケが入ることによってちょっと柔らかくなったりとか、あと結構アドリブ要素も多くて、これ完璧に茨城弁結構喋れないとあ成立せんなと思って。それはでもすごく怖かったですね。表現指導本当に撮影の間にあの合間とかに、うん、あの指導してもらうんですけど、結構その方言指導の先生もあのいざ聞いてみると結構できてるって言ってくるんですけど、うん、あのアドバイスするとしたらあともうちょっとなまった方がいいっていうアドバイスだったんで全く分かんないじゃないですか。それを聞いてるんだよって思いながらだから結局あのあこれはちょっと難しいなと思ってまたあの YouTube 聞くっていう撮影の合間中もあの本当に温かい人たちが多くて、あの今回ほぼ全面的に協力してもらって撮影をしたので、あのお家のシーンだったりとかも本当に心よくあの貸してくださって、撮影って長いじゃないですか。でおばあちゃんとかおじいちゃんとかも多分もう眠い時間なのに、もう夜10時11時とか大丈夫かみたいな感じでやっぱ顔出してもらえたりとか、本当に温かかったですし、お弁当もあの手作りであの毎回いただいてて、はい、あのなんかね、温かい弁当で、あと
グリュリエールさんっていう、うん、あの笠間のその栗のケーキ屋さんのシーンもあるんですけど、はい、の方も全面的に協力してくださって、その出してくれたお弁当が炊き込みご飯だったりとか、うん、ピラフとか、なんかみんなが選べるような感じで、もう多分何人前ぐらいだろう、30人とか、うん、なんか丁寧に一つずつ手作りで作って持ってきてくださった時は、うん、あ、もうありがとうございますって。そうですね、まあ、その撮影場所が本当に今言ったように、あの実際住んでる方がいてっていう場所だったんですけど、途中であの髪型のチェンジとかしなきゃいけないっていうので、シャワー貸してくれたのが全く撮影に関係ないお宅のシャワーを貸していただいて、でそこの方が本当にそのすいませんすいませんっていう感じだったんですけど、心よく貸してくれたので、はい、いや、なんかその笠間の方は、まあ、その地元で撮影してるっていうのもあるかもしれないですけど、結構協力的に応援してくださったので、今回撮影に関しては本当にしやすかったですね。あの本当になんかすごい皆さんあったかくて、あの街歩いてるとなんか、まあ、映画の撮影してるのってなんか雰囲気でわかるじゃないですか、うん、もう友達感覚であの喋りかけてくれたりとか、あとあのやっぱ家とかの撮影でこう借りた時とかに、あの僕よくおばあちゃんとやっぱ茨城弁の練習にもなるんで、茨城弁で喋ろうと思ってこうおばあちゃんと喋ったりするとやっぱ結構差し入れとかをもらって、あの本当に至れり尽くせりってこのことだなみたいな。あとなんか、まあ、撮影で今回関わった方が2月25日にあの上映会で向こうに行ったんですよ、はい、その時に結構来てくださって、もうその時 もう距離感とかなくて、もう なんだろう、自分の息子みたいな感覚で あんたよかったよみたいな、なんかそういうところがすごく温かいなっていうのを感じました。うん、今回のあの、ね、まあ、ちょっとしたアクションといいますか、うん、あのシーンは、まあ、そこまでやりづらくもなかったんですね、うん、まあそれがまあメンバーだからとかメンバーじゃないからとか関係なく、結構あの監督がしっかり今回教えてくださったので、あのそこはすごいやりやすかったですね。で今回その一緒にいるので、普段その一人で他の現場に行く時とはまた違った空気感が、はい、住民の時とはまた違う安心感もありつつも、まあ自分がどういう人間なのかっていうのをちょっと出していかなきゃなっていう、うん、なんかすごい変わった感覚でした僕は。ツッチーは結構そうですね、やっぱりその盛り上げなきゃいけないなって思ってたんで、できるだけ。でも夕日もあのグループの時って本当ライブとか2時間ライブで一言自己紹介するぐらいしか喋らないんですけど、こういう時になると一緒に力を貸してくれるんですよねあれ夕日の違う一面と思ったりとか、あとあの頼もしいのがあの僕より最初にあの茨城の方行ってたから乗り換えがすごく心強いんですよ。もう全部してて、電車の乗り換えとかすげえ教えてくれるっていう夕日が線路でこっちだからみたいなあれ夕日そんな感じと思ってそういうとこ面白いなと思いながら。そうですね、私今回の映画で栗って一種類だけじゃないんだっていうの、本当もう初歩的なんですけど、なんか栗のお尻の形でもう笠までは13種類の栗のブランドがあるんですよ。で、まあ、取る収穫によってもあの栗の種類が違うんですけど、本当にたったそれだけなんですけど、もうそれを映画であの通して知った時には、あ、笠間の栗ってもっと、まあ、おこがましいんですけど、この映画でもっと広めたいなっていうのが、はい、素直に思いました。あと冷凍栗がめちゃめちゃ美味しいので、冷凍栗あの一回茹でるんですけど、一回茹でた後にあの冷蔵庫に入れて、で3週間ぐらい冷やすらしいんですよ。で出して真っ二つに割ってスプーンで食べるんですけど、でんぷんがなんかぎゅなんでんぷんが糖分に変わって甘さがきってなって、私あったかいやつより冷凍栗の方がおすすめ。僕は、まあ、今回この撮影に関わってっていうので、まあ、その栗が笠間があの日本一の生産量っていうのを知ったんですけども、僕ももともと長野県出身で、あの僕が住んでた村の隣にも結構栗の名産地があったんですよ、うん、でそこで結構その栗の商品とか作られてたんですけど、今回その撮影で聞いたのが、
そこで栗が足りなくなった時は笠間から取り寄せるって聞いたんで、あ、やっぱり笠間の栗ってすごいんだなっていうのを改めて思いましたね。笠間の栗のまず大きさにびっくりしました。なんかもう本当にこんぐらい、映像ちょっと何センチっていうと分かんないですけど、拳半分ぐらいのなんか大きい栗があって、そういうのとかもあるの全く知らなかったし、あと蒸した栗はしっとりしてるんだなっていう、それだけぐらいしか僕あんま関わってなくて、はい。この映画は本当に作品というか物語が心温まる内容になっていて、なんか家族に会いたくなるような映画になっているので、ぜひ皆さん家族と一緒に見てください。よろしくお願いします。はい、今回の映画はですね、題材が、茨城県笠間ということで、ふるさと、みんなが、出身地だったりとか、帰る場所っていうのが、メインとなっていまして、それプラス故郷に住んでいる友達だったりとか、家族との関わり方っていうところも、結構心に、突き刺さる部分が入っている映画となりますので、そういった心が温まるじゃないですけども、見て、あ、ふるさといいな、友達いいなって思ってもらえる映画です。皆さんぜひ見てください。この作品は本当にいろんな愛が詰まっている映画と思ってます。ふるさとだったり家族、友達、その他いろいろあると思うんですけど、そういうのを普段なかなか考え直すことってないと思うんですけど、この映画を見てぜひ考えてほしいなと思います。で、できればなんか感謝の思いとか伝えてもらえたらなと思います。ぜひ楽しんで見てほしいです。よろしくお願いします。